日本愛知県名古屋市、中川区五女市、五女市長五女市は愛知県名古屋市中川区にある町名。現行行政地名は五女市長一丁目から五女市長五丁目と五女市一丁目及び五女市二丁目。五女市長は五女子長と読み、五女子は五女子と読む。住居表示は五女市長が未実施、五女子が実施済み。名古屋市中川区の東部に位置し、 五女子の東に、荒江町、五女子町の西に二女子町、南に、八熊通、北に、八幡本通りと梅橋と接する。地名の由来としては、愛知軍片橋の里なる場所を治めていた領主に七人の娘がおり、その娘をそれぞれと継がせた場所に、一女子村から七女子村の存名が生じたという伝説が残されている。ただし、一女子、三女子、 六女子なる地名について、終わり国地名校の時代にはすでに存在しておらず、それぞれ五女子村付近に所在したと推測している。五女子村について、平凡者は五女子町、荒江町、小山町、畠台町、八熊通、柳川町、長町、八幡田町、八幡田本通り、石場町、矢島町、岡白橋、通、八上町の範囲に対応するとしている。 五女子村自体は1878年に2女子村と合併し、ヤグマ村となり消滅している。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。